どうもこんにちは。今回はゴールデンショアのこのね、クエストを埋めていきたいんですけれども、その前に、このフォーテックバイユーとデッドホースレイクのランドマークたちをちょっと集めてきます。OK。バイユーなんちゃら、ナンバープレートコンプリート。OK、これで、ナンバープレートは回収と。で、たまり場はゲットしてあるから、次、ランドマークだね。OK。タンパク質強化だって。OK、これで最後か。不十分な計画。バイユーの支配。フォーティックバイユーの、ランドマークをコンプリートと。これでタンパク質消化が手に入ったと。あ、回復量が増加ね。なかなかいいんじゃない？ OK。これでね、フォーティックバイユーの達成度が100%になりました。ということなんで次は、デッドホースレイクのランドマークたちを回収していこうと思います。お、シャドウの進化セットはスピードを上昇させ、野生動物や人間に対しての最も効果のある毒の攻撃を使用可能にする。へえ、そんなのあるのか。デッドホースレイクのランドマークをコンプリートと。オッケー、レベル15達成と。結構こまめに食べてるとレベル上がるね。いいね。はい、それでデッドホースレイクのも結構集めてみたんですけれども、この鉄格子長老って書いてあります。多分進化しないといけないんじゃないかっていう場所があったので、宝箱2個と、あとね、ジャンプが届かなくてナンバープレート1個がね、届きませんでした。それ以外は回収しました。なので、ゴールドショアの狩りの方に行きたいと思います。はい、それで、集めた栄養が結構あるので、アップグレードをね、やっていきたいと思います。何がいいかな？ボーンフィン。これ結構ね、使っててね、いい感じでした。なので、1万か、ちょっともったいない感じもするけどね、この心臓をね、強化したいよね。あ、1番使うね、こっちも。OK。じゃあ、強い心臓をティア4にアップグレードと。OK。青いのマジで使うね。あ、ソナーね。探索しててね、めちゃめちゃソナー使った。連打しまくった。っていうことなんで、一応これもアップさせておきましょう。あとは、これアップさせようか。ね、電気のやつ。結構ね、しびれさせるの強いんじゃないかって思うんだよね。OK。で、これも最大強化かな？これで。他のはね、ちょっと足りてないね。じゃあ、ちょっと準備までに時間かかったんですけど、このゴールデンショアの方進めていきましょう。欲張りなバラクーダ。この辺もバラクーダ？そうだね。で、青ザメかな？これが。で、この辺が人間か。OK。やっていきましょう。なんか遠くまで見える感じするね。全知全能が上がった感じするよ。ちょっと待って、アルビノ。アルビノ、アルビノ。いたいた。いただきます。で、クエストは、どっちだ？あそこか。結構近くにいたね。これ、ヒレつけたおかげかな？なんか、トルネードしてるんだよね。OK。いたいた。手配中のバラクーだと。8レベか。もうね、8レベは全然怖くないんじゃないかと。あれれれれれ。
どこ行くの？ ちょっと読み込みが間に合ってないか？ OK、いた。さあ、噛んでと。もうね、このバラクーダぐらいじゃ全然余裕ですよ。OK、欲張りなバラクーダと。いやー、なんかすごい強くなった感あるんだけど。やっぱね、次のマップに進む前にさ、栄養を集めてさ、ある程度パワーアップさせるといいかもしれないね。ボスとか結構強いもんね。ワニとかも強いしね、ワニ。OK。そろそろその辺にいるんじゃないか？でもちょっと待って、このアルビの、ね、この緑のさ、栄養って珍しいよね、絶対。あんま見かけないもん。あれ？どこにいますかと。あ、いたいたいた。手配中のバラクーダを発見と。OK。もう抵抗しないもんね。OK。あれ？やるじゃないか。で、どこ？いたいた。で、振り回しと、コンプリート。近所の牙問題。もう青ザメとかも怖くないんじゃないか？なんかこのさ、回避の時のこのエフェクトも違うよね。オレンジの光がさ、ピカピカピカーってなってる。オッケー、あっという間に着いたと。操作もね、栄養を探してるうちにね、だんだん慣れてきたからね。あれ？これ海底っぽくない？埋まってるよね。ちょっとこんな時はマップをね、見てみようか。現在地がここと。あ、ほら、あったあった。OK。絶対この中に隠れてる。間違いない。あれ、広いね。右から行ってみようか。狭いな。あ、絶対いる。いました。12レベルか。勝負。あれ。さあ、カモ。避ける。これ。やるじゃないか。で、あんまり動かしすぎると酔っちゃうから。で、かわしてと。で、噛みついて。おい。避ける。で、噛みつくと。で、振り回しを加えて。もう大ダメージだね。逃げたか？来てもいいぞ。このテイルアタックとかもね、うまくね、使っていきたい。本当に。OK！ コンプリート。で、前回かな？前々回ぐらいかな？青ザメにちょっと苦戦したけど、もうね、余裕ですよ。おぞましい。じゃあね、残りは人間かな？人間をどんどん食べていこう。報酬1000ももらえるのは結構でかいね。この報酬でもさ、緑のやつもらえないもんね。で、どこだ？やばい、方向が。基本的にね、僕方向音痴なんですよ。でもね、方向音痴でもね、結構できるっていうね、これ。ありがたい。あそこね。OK。で、こまめにこのソナーを使って、まあ、後でね、回収するときとかにも楽にしておくと。そんな感じがいいんじゃないでしょうかと。はい、お邪魔しますと。またパーティーやってるよ。こんなご時世だから自粛してくださいと。食べる。ごめんな。あれ、これ倒れてるのはさ、食べれない感じ？あ、食べれるね。ちょっと、一旦酸素。で、6人食べたからあと4人ね。これ、あれだね。ハンター来るね。強制的にハンター来る感じか。あ、手負いだ。よいしょと。で、これで7人。あ、ハンター来ちゃう。
狙われてる。関係ないちょっとむちゃくちゃ関係ないよ。 OK、 これで、あ、全然食べてなくない？食べかけ、もしかして。これで10匹と、あ、10匹じゃない、12人と。ちょっと逃げるか。でもさ、どっちにしろまた人間食べるミッションだからさ、ハンター来ちゃうもんね。巻かなくていいや。さあ、人間たちの元に来ましたよと。さあ、こんにちは。オッケーオッケー、どんどん食べてこう。8人ね。この辺で一旦、あれ、1人しか食べてない。嘘でしょ、結構食べた感じしたのに。着実に食べてと。あ、ハズレが混じってるのか。もうハズレ混じないでよ。やべ、狙われた。まあ、ちょっとハンターを巻きつつ、あれな、食べる。あそこにいるね、逃がさないと。これでちょっとハンター、お前ら強くなったな、俺の力を見ろよ。これアタックしてボートを壊す、ボートを壊して無力化すると。結構硬いね。さすが一般のボートと全然ちげえや。オッケー、座礁。なんかこの勢いだとバウンティーハンターが来ちゃいそうな感じするけど、まあ、とりあえずね、ハンター狩りも楽しんでいくと。噛みつく、トルネード、噛みつく、トルネード。どう？結構強くなったんじゃない？ほら、爆発。オーマイガー。ちょっと待って。あの、当初の目的とかけ離れてきた。でもちょっと、楽しくなってきちゃった。アタック。おっと、そうはいかねえぜ。爆発。これさ、まだこんなちっちゃいボートにしか乗ってきてないけどさ、もっとでかいの乗ってくるんじゃないの、そのうち。爆発。レベル16達成。やばい、ちょっとハンター狩りが楽しくなってきそう、なってきてしまった。おら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 、もうお前らじゃ太刀打ちできねえぞ。ほら、さあ後ろだと爆発。ほら、なんかでかいの。あれは普通の人間？これは何？小さな漁船。あ、来ちゃった。プーキーポールだって。イケメンじゃねえか。この前のやつはラッパ持ってたけど。で、どこ？プーキーポール。たぶんこの漁船を沈めて一旦。沈めたいね、こういうのも。オッケーオッケー。あれ、沈んだね。プーキーポールあそこね。オッケー。こんなもんか？新しい進化。ミネラル消化と。へぇ。ちょっと待って、目的を見失ってしまった。一旦壊して。これいいね、レベル上げてハンター狩りなかなか楽しいんじゃないか。 OK、 キリないね、無限っぽいよね。爆発。 OK、 これで7人。あのおじさんね。オッケー、ラフで食事と。あ、出現したね、ファミリーアップデート。その前にこのブロックバスターと
絶好の機会をサクッとやっちゃいましょう。さあこれでコンプリートと。じゃあもう一個の方も行こうか。よいしょと。じゃあ君が最後な。おレベル17達成。今日は結構上がるね。コンプリート絶好の機会。じゃあ今日はねこのファミリーアップデートを最後にやって終わりましょう。行こうぜ。ケイジャンクイーンの脇を泳ぐと。ケイジャンクイーンって誰？ケイジャンクイーン。Back aboard the Cajun Queen, family tensions are at an all-time high. Cajun Queen. Pete の船か。お、カイル。筋トレしこい、まず。筋トレ、筋トレ。Whatever. Can't do it. I'll come out there. I'll do it. The old man with one hand. Yeah, well, maybe you shouldn't be mutilating baby sharks. What you say?いいやつかお前。よし、お前は生かしといてやろう。そうだな、何でもいいからバイトしな。Hope this whole university thing works out for him, yeah? コンプリート。ファミリーアップデート。エピソード5。血は水よりも濃い。今のムービーからしてさ、今の血ってのは、多分、血縁のこと言ってるんだろうね。多分。知らんけど。というわけでね、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。次回は青き洞窟、ゴールデンジョアの、あ、ショアか、ゴールデンショアの洞窟を楽しんだらサファイアベイの洞窟も見るといいですよ。サファイアベイの洞窟を訪ねると。サファイアって書いてあるからさ、めちゃめちゃ海綺麗なんじゃない？楽しみだね。じゃあ今回はここまで。ありがとうございました。じゃあね。